말해주 말까? 아, 말해주 맞자 隠しても 仕方ねえもんな. 아이리스는 さっき 케찹で 도로도로 になっちゃったの. 케찹? 미っともねえ 話だけどよ. 驚いちまってさ、 持ってたケチャップ アイリスに 全部ぶっかけちまったってわけさ。 すごい音だったよね。 アイリス気絶しちゃったの。 ああ、食堂でオムライス食ってたのさ、 アイリスと。 美味しかったよね、 オムライス。 이야、この値が 驚いたなんて知れた日にはスミレに何を言われるか。 すまねえ。 まったく、あんなさんたら人騒がせなんだから。 ところで、隊長たちは何をそんなに慌ててたんだい。 アイリス、無事だったのね。 なんて言われちゃった。
私、悪くありませんよね。私の勝ちですわね。なんなんなん。病人相手だから手加減してあげたです。皆さん、ご心配をおかけしました。たとえ記憶がなくとも、私が神崎すみれであることに変わりありませんわ。だからこのままでも何の差し支えもございません。さあ皆さん、上に戻りましょう。おい、隊長、いるか。あ、悪い。ハンナさん、ドアを開けるときは気をつけてくださいな。なんだよスミレ、おめえがぼーっと突っ立ってるから悪いんだろ。なんですって。何をおっしゃってるの？もしかしてドアで頭を打って。記憶が戻ったの？やっぱしうちの理論は間違ったらへんかったんや。やれやれです。だいたい2階の廊下でも私にドアをぶつけたじゃありませんか。おめえがもっと廊下を歩ってるからだろ。どうやら記憶喪失の原因はカンナにあったみたいですね。そやけど、カンナはんのおかげで元に戻ったんやから、めでたしめでたしや。カンナさんは何をやるにしても大雑把だから悪いんですわ。これだから、怪力ゴリラ女。なんだと、このサボテ女。二人はマンボウ踊ろう。
ばあ、あ熱いハートに私はこうでないと。あっ、うちが悪かった。堪忍や、マリアハン。分かればいいのよ、コーラン。さ、部屋に戻りなさい。ほな、お二人半、おやすみなさい。そうですね。見回りも一通り済みましたし。あ、隊長。もしよろしければ、これから私に付き合っていただけますか？今夜はお疲れ様でした。はあ、お兄ちゃんマリア、ずっとい。大神さん、これはどういうことです？あたいらに早く寝ろとか言ってたくせに。二人してグラスで乾杯とは、虫が良すぎるんとちゃいますか？説得力に欠ける。分かったわ。たまには息抜きも必要よね。みんなもグラスを持ってきなさい。へえ、お月見ならぬお星見会ちゅうわけやな。もっとお星様のお話聞かせてね、ベビー。うん。じゃあ、みんなで乾杯。
슈비다바 슈비다바 슈비다 슈비다바 아 아츠이 하더니 星が綺麗だわ。あかん、最終ラインも突破された。じゃあ、アイリス行くからね。座らせたかったのに。アイリス、ごめんなさい。みんなあなたを喜ばせようと思ってやったのよ。ごめん。悪かったな。Oh
作ってみたんやけど。
成功や、大神班。入れ替え成功やで。ほんなら、あと頼みますわ。ほら、事情は聞きましたよ。今回はちょっと見逃せないぜ。この後に及んでそんな下手な嘘を。見苦しいですわよ、コーラ。たっぷりお説教モードで。さあ、コーラン、そこへ座りな。本当を見よう。Oh,
科学をなめたらあかんで。あたいの勝ちだぜ、さくら。仕方ないですね。とにかく、あたいは断食する。スミレが太るまで。私がどうかしましたか？おう、スミレ。あたいは今日から断食するからな。ま、断食だなんて、お体に触りますわよ。たまもんだ。おめえには絶対負けねえぞ。スミレ、元気ねえぞ。実はさっき体重計に乗りましたら増えてましたの。え？1キロほど。ショックでしたわ。やった、あたいの勝ちだ。そのようですわね。断食終了。さくら、じゃんじゃん持ってきてくれ。体に悪いよな。お腹壊しちゃいますよ。でも、カンナさんらしいですわ。あ、すみれさん。あら、コーラ。すまへんな、医務室の体重計壊れとったわ。2キロほど余計に測ってしまうんや。すぐ直すでかい。え？なんだって？1キロ減ったの。間違いだったようですわ。そんな。やはりこの私の健康管理は完璧でしたわ。汚ねえぞ、スミレ。あら、あれは不可抗力ですわよ。ねえ、コーラ。いや、うちに振られてもな。もう、あったまきたぜ。なりゃ、焼け食いだ。たちも呼んできてくれ。さっきのお菓子全部食べるからってよ。さくら、おかわり。
シュビリシュビダバイ、ああ熱いハートにリメルス。恋するキクタリはルンバオオロロ、ルンバルンバルンルンルン、ルンバルンバルンルンルン、楽しく飯食えよな。やりました、ディナーショーのチケットゲットです。なんだかすごく納得がいきませんわ。勝負は勝負です。 Are you all right?仕方ありませんわね。それでは勝利さん、ディナーショーにレッツゴーです。織姫。あら、どうしたんですか。レニー下に落ちてた。それはいきましたわね。どうしたんだろう。劇場へされる。
しょうがないわね。私もフントって呼ぶわ。花丸、見つかったんですの？スミレハ、フントって呼ばな。そうです、布団って呼ばないとレニに悪いですよ。織姫さん、フントですよ。みんな、あちこちを探してたのですが、中庭の方から鳴き声が聞こえましたので。いやー、見つかってよかったな。レニ、よかったですね。うん。おや、皆さん、どうされたんですか？お、かわいい子犬ですね。子犬は可愛いなぁ。ふわふわしてて。よし、この子の名前は海にしよう。この子の名前はフントですよ、田山さん。いいよ。みんなが好きな名前で呼んであげて。みんな、フントのことをこんなに可愛がってくれてる。だから、僕が勝手に名前をつけるのは良くない。レニ。偉いです、レニ。な、そうだろ。この劇場
ボパパヤマンボマンボパパヤ皆さんご一緒にからやめろ。では支配人、お部屋の方へ。わかったよ。もう取りゃいいんだろ。もう取りゃ。さあ大神さん、遅れた分を取り戻しましょう。お疲れ様でした、大神さん。でも、大神さんのおかげで予定より早く終わりましたよ。本当にありがとうございました。それじゃあみんな、約束通り食事に行きましょう。事務局のおごりだからたくさん食べてね。やったー。
乾杯しましょう。お疲れ様でした。「
私たち頑張ります。あなたは負けよ、レニ。さ、嫌だ。まだそんなこと。大神くん。よかった。気がついたのね。大丈夫？大神くん。大神さん、大丈夫ですか？ショッキー、心配しましたか？会長も意外と同時だよな。ラストシュートの中で頭をぶつけはるなんて。かっこ悪い。でもよかったわ。大した怪我もなくて。みんな準備万端よ。あとはあなたの降臨だけ。ルンバ踊ろう、ルンバ
夢で会いましょう。本当ですか？ちゃんと弦が巻いて入ってますね。さくらさんは几帳面な人だ。すみません、かやまさん。ああ、それより大神、練習だ。あの、ここ私の部屋なんですけど。幸せだな。こうして親友と歌えるなんて。Ooh.
みんなも一緒に歌おう。さあ、楓、聞かせてもらおうか。ごめんなさい、大神くん。なんで大神に謝るんだ。おいおい、話が見えねえぞ。なんだ大神、急に大声出しやがって。なんだと。もういい。何も言うな、大神。お前の気持ちは分かって。失礼します。支配人、こちらにいらっしゃったんですね。なんだお前たち、揃いも揃って。みんなから米田さんにバレンタインのチョコです。バレンタイン、製菓業者が捏造した営利目的のイベント。支配人には酒の方が嬉しいかもしんねえけどよ。お前ら、よし、今夜はバレンタイン宴会だ。劇場へされる素敵な
슈비도 슈비다바 슈비다바 슈비도 슈비다바 아 아츠이 하더니 愛が欲しい。お兄ちゃんすごい。ストーリーモード全部終わったんだね。すごいな。さすがお兄ちゃんだね、レニー。おめでとう。もうレニー、なんでそんな言い方なの？もっと喜んでよ。任務完了。お疲れ様。こんなにも長い時間お付き合いいただいてありがとうございます。ほんま、こないに長いことうちらの相手をしてくれるのは大神はんだけやで。まあ、松陰がお相手したいのはこの私ただ一人でしょうけど。何寝言言ってんだ。隊長がおめえみたいなサボテン女相手にするかよ。やめなさい。隊長はいつも私たちみんなを見てくれているのよ。そうだよ。お兄ちゃんはいつまでもずっと一緒なんだから。ま、これだけしつこいとなかなか大したものって感じです。長時間の任務ご苦労様。それじゃみんな、隊長に敬意を表してあれ行くわよ。そうですね。それじゃ行きますよ。勝利のポーズ。